こんにちは。なんかすごい曇ってる。雨。雨ね。雨。動物園行きました。雨だよもう。どうしてくれるの？どっちかがあれなんだよね。絶対うち。マジで本当に素晴らしく雨降るから出かけるとき。予定立てると。雨。まあ、それはまあ、とりあえず動物園を見に行きましょうか。うん、はい。雨やけど。マジ、何日くんなら降るんだろうとか計画立ててさ、大体そんなもん。まあ、これ企画からのぶっ通しのこういう感じになってるから。うん。まあ、とりあえず楽しんで、ちょっと楽しみ。ナビかちょっとなんか動画撮ってみましょうか。ね。うん、ね、何が見たい？猛獣。お、猛獣。食われてこい。あ、でも美味しくないな、こんな肉。肉ねえもんさ。食われないって。うん。まあ、とりあえず早速行ってみましょう。雨もひどくなればうちに前に。はい。はい。じゃあ行きましょう。レッツゴー。ゴー。てっけ。なにこれ、生きてる？おーい、じゃあちゃんと話してるよね。おーい、ね、寝てる？いや、ちょっとなんか動いてるっぽいけど。てっけぇ、なにこれ。うわー、怖い、怖い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 。てっかー、てっけぇ、なにこれ、こんなん立ってさ、うわーやられたらさ、だって人間より高いんでしょ。あんなことでしょ。こういうことだよね。北極グマ、これは北極グマだけど立ったらこんなあるの？いや、全然あるでしょ、この余裕でしょ。うちが150ぐらい、だいたいそれ。いや、全然違えよ。なんかね、ほぼほぼ2倍。だから3メートルぐらい、立ったら3メートルぐらい。安全のためお寮の中に手など入れないでください。やばいよ。へぇ、そうでしょ。クマス、お、わ、だからほら、あそこから出てくるじゃん、あの子が。やば、クマの歯型が部位についてきてるよね。これでしょ、これ。勝って、やばいね。うん、もう絶対明るいけど、うまっ。怖いでしょ。やべえな。要するにひとたまりもねえってことだよ。うん、人間なんてひとたまりもねえんだよ。動物からしてみれば。なあ、ああいうことね。あそこにクマが登ったりすんの？クマ行くね。うん、いないね。はい、いないね。クマと写真撮ったことある？あ、本当。いや、いい。あ、お食事中？サーカス行って、うん、写真撮れたら、まあ、クマやないよ、俺ろったけど、やっぱちゃんと係の人が後ろ押さえて、ここ口のあれ。うまいか、うまいか。何食べてんのこれ、みかん？みかんの皮食ってる。こっちからの方がいいんじゃない？いける？え、いけないよ。何食べてんの？顔めっちゃ汚れてない？人参？人参食っとらん？人参？あれ人参っぽくない？意外に食べ方おとなしいんだね。うん、もっと獰猛かと思った。かわいい。本当だ。ここも絶滅期なんかラッシュって、絶滅危惧種ね。国際自然保護連合に入ってんだ。やば。こっちに行けば行くほどあれもう絶滅に近いってこと？
これ絶滅してるよ。あ、絶滅絶滅のこれ野生絶滅でしょ。絶滅ランクがあるんだねこれね。だからここに来てるってことはだから選ばれてるんだよねこれ。すごいね、うん、ちっちゃこういうランクがあるらしい。軽度、うん、はアイビー類、アイエー類、1A類なのはどうなのかなこれ。すげえ。あ、あ、かわいい、撮ってる撮ってる。撮って皮食ってる。クマ何でも食べる。何なのかな、雑誌なのかな。クマって何かだっけ。分かんない。クマか？クマか？クマって何か教えてください。コメント欄でね。日本月のアグマ、あ、月のアグマってか聞いたことあるけど、いねえ。もうお部屋に入ってんのかな？この時間。いないね。マレーグマいる？ああ、奥にいるんだ。あっち？これ見えないよね。毛並み綺麗だけど、うん、かわいい、うん、かわいい、かわいい、タヌキみたい。タヌキグマ。ギグマ？タヌキグマ。何やこれ、マレーグマだって。これも何、一応絶滅危惧種。あ、さっきと同じランクだね。ねえ、あ、タヌキみたい、すげえ長くなる。え、何これわかる、何の声か。あ、うん、動いてるよ。あ、何？え？ゴリラ？ゴリラ？ゴリラ？見える？ここからじゃない？いや、逆に入ったらさ、死ぬよね多分ねこれね。コーン。トラなの？え？じゃあ多分中に入ればいるんじゃない？トラが外にいるときは室内に。ほらほら、いますですよ。だから、多分いるんだよ。トラってこんな見つかるの？あうーって。あうー。ガオーみたいな。冷めやらない感じ。めっちゃ落ち着きないね。何？何？何？うわー、かわいい。あ、入ってた。おいおい、こっちこんななんかあっち行ったりこっちだし、うわ、怖っ。いな、外出せって言ってんだよ、うん、ああそうだね、閉じ込めんじゃねえ、興奮しそうなんや、うん、どうやって中にいるんだろうね、うん、出れそうそうじゃない、怖、思ったよりちっちゃいかも。クマ見たからまひってんのかな、うん、いや飼いたい、かっけえ、ねえスリスリしてるよ本当だ。あ、外すっげえな人だな、うん、なんかさ、うん、ぬいぐるみに見えるよね。あ、こういうぬいぐるみ売ってるよね、怖
怖いよ、目線が怖い、こっちに出る。ちょっとそっちに行かないいや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 、めっちゃくちゃロイドルやん、人に懐いてるのかな。絶対外出してほしいんだよね。まあ、そりゃそうでしょう。手突っ込んでる。かわいい。ああ、かわいい。シャワーの空気が吸いたいぜ、つって。ね、絶対そう思ってるよ。うけー。怖い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 。しっか。サービスありがとう。ありがとう。トラは なぜトラっていうの。トラのことをタイラと呼んでいました。このタイラが変化するやつにトラになったと。はタイラ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 無無無無理無理か、はい、タイラ。かわいい、うちにそっくり。うちにそっくり、うん、かわいいでしょ、うん、あいちゃんってかわいいでしょ、うん、うん、おーい、ほうほくきょるるるるるるる、反応薄いな、この動物結局文句言っただけ言っただけやんバイ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 、なんか見てればまた何か俺見に来てるよって感じ。子供、小鹿と大人鹿。かわいい、やばい。かわいい、こっち見てるやん、怖い。